疲れ様でした。ありがとうございました。盛り上がりましたね。いやでもね、いつもちょっとバラエティに飛んだやっぱりこの YouTube やってますけれども、はい、今日はちょっと台風がありましたから、はい、ちょっとあの、ね、田中君が真面目にね、ちょっとこのお伝えした方がいいと思います。そうですね。ほったかせない。はい、昨日令和初の台風3号が発生しまして、日付が変わった後午前3時ごろ静岡県の南側を通過していきました。県内では所によってこう激しい雨の降ったところがありまして、まだ地中には水分がたくさん含まれています。うん、ごめんなさい。はい、ちょっと硬いな。今本編であったから、はい、もうちょっと砕けたかな。本編って言い方おかしくて、生放送でスパイディの覆面かぶってて、今はここ動画サイトのここで急に硬くなっちゃったからごめんなさいね。すいません。難しい。今これを求めてたのかなって全員が思ってた。いや田中さんだったらもうちょっとね、やっぱり軽くやってくれるかなと思って、ごめんなさい。さんの度合いですね。また嫌われちゃう。新庄さん凝視してましたからね。新庄君でも今日よかったね。本当に。今日ねこれ裏話、あんまり裏話したくないの、はいはいはい、でもねやっぱり今日時間がねパツパツだったんですよ、はい、新しい試みもあったりしてね、うん、で新庄君のコーナーが急遽ね、うん、もう1分ぐらいこうカットされちゃう、うん、あそこの時短すごかったね。それは全部もう琴美さんが最初に当ててくださったですから。あのあたりの時間調整ね。確かにね。でも25、6年やってるから、でもね、パパってクイズこれ、俺知らなかったね。本当に知らない。いつも知らないから、でも保育園かな。当たったらラッキー。当たらなくてもお母さんのネタ良かったなと思う。行こうかなと思ったら当たっちゃったから、ただあの後に、ほら、俺ねって言っちゃうのが、また子供よね。また子供、やっぱり言えなくなっちゃうの。欲しがっちゃう。っていうかもっといい？今この YouTube も今欲しがっちゃう。ここは譲ろうと思ってんのね。田口さんあってのですよ。ありがとうございます。アラジン、ね、T シャツがね、毎日毎ブルーで時計も毎日毎日映画 T シャツインスタでアップしてますけどね、なかなか増えませんね。いや頑張っております。愛ちゃんがね本当にいいねくれるんですよ。いいねってしてます。インスタグラムで、だから僕はねこのそれいいねの本編よりインスタグラムの方にいいねを感じてる。本当にすごい。いや、愛ちゃんがね本当僕がね毎日ウィーガティシャツをインスタグラムで上げてるじゃないですか。いいねいいね言ってくれんの。いやでも正直あの何の映画かなって分かんないのもあるんですけど、してるんです。それはハッシュタグ見なさい。必ず映画タイトルか何か入れてるから、ね、あんたツルツルツルって言ってるからだ。下に必ず載せてるから。僕はチェックしてね。ありがたいな。知らない映画もあるかもね。知れませんからね。今日から楽しいです。はい、下下徳さんのインスタチェックしてください。いいねいいね見てください。お願いします。はい、どうしました。海外からね。ありがとうございます。どこ行ったんでしたっけ？タイです。タイに何しんですか？何しんってきたんですか？タイは、まあ、ちょっとしてみようか。あれですね。ラジオのリスナーの方が、俺も言いなさい。ラジオのリスナーの方が、プライベートみたいになっちゃうじゃない。タイツアーに行ってました。タイツアーの人みんないいねをもうあの次の日から見てくださるというね。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今後もね、テレビ、ラジオ、盛り上げていきたいと思いますので。すみません。MC みたいな振っちゃってね、これ。全員よろしくお願いします。せーの、それ。